テクチャーマネージャー、メクテックス。これ、メニューとしてはちょっとマヤーの機能になるんですが、アーノルド、実は M2A でも MAX でも同じなのですが、アーノルドでレンダーする場合、テクスチャーというのは内部において .tx というプロシージャルなファイルに変換されております。で、マヤーでちょっとテクスチャーのあるシーンを見てみましょう。えー、そうです、さっきの。 え同じエリアの画像が分かりやすいかな。今、このフォルダーの中に、このエリアのシーンのモデルと、あとテクスチャー画像があります。最初は TIFF が入ってますね。これ全部使っているわけではないんですが、もちろん、マイーの中で作業している場合は通常 TIFF のままですが、アーノルドのレンダリングを実行すると、これらのファイルは .tx に自動的に変換されます。例えば、 今、まだ何もしていません。で、ハイパーシェーダーから読み込んでいるテクスチャーに言うと、まあ、これらのテクスチャーが使われていると。シェーダーに忘れされてますね。で、わかりやすい例度が、ちょっとこの場合、テクスチャーがあまり大きくないのですぐですが、えー、レンダリングを実行すると、今、このコンバーティングってちょっと途切れてみませんか 実は今この時にさっきのテクスチャーを .tx に変換しています。で、どう変換されたかというと、先ほどのフォルダを見ると、ここに今使われてた3つのテクスチャーがでに .tx として変換されています。このように通常は意識せずに tx ファイルを扱うことができるんですが、ただ、このような一体のキャラクターとかシンプルなシーンではない場合、膨大なプロップもしくは背景、レイアウトなどのシーンを扱う時に、 もしくは 2K サイズ、4K サイズといったテクスチャーを扱い際、これらの変換だけでも実は時間が結構かかったりします。なので、前もってそれができるための UTT がこちらにテクスチャーマネージャーとしてあります。では、もうすでに今、シーンは変換しましたので、できてるの。一回これ消しましょうか。ありますみません、使ってますね。 えー、このメニューからですね、今使っている .tx があるから、これを変換したい、もしくはない場合ですね。一回、シーンを読み直しましょう。はい。ア、えーノードのメニューの中に、フラッシュキャッシュタりですね。こちら側テクスチャーをフラッシュすると、シーンから解放されているので、削除できます。でですね、 先ほどはそのままレンダリングしましたが、じゃあこのシーンでちょっとテクスチャ変換しときたいというこの UTT を使いますで。これ全部セレクトして、で、create.tx というのを押すと、テクスチャが作られます。できるパスはもうこちらです。書いてます。実はこの .tx というマネージャー、これ前の UTT のですが、実際はこの こちらのメイク TX。これコマンドラインなんですね。これどこにあるかと言いますと、え r アーノードのインストールフォルダー。C のソリッドアングルの中の。あ、だ、これ前の場合です。え2017に入っていただいて、ビーンフォルダーに行くと、こちらにアーノードで使うコマンドラインの、この二つしかないんですけども、キックと、え a メイク TX。この UTD が入ってます。なので、この前の、 ウィンドウマネージャーは単なるこの MakeTex のフロントエンドにすぎません。なので Max も同じことはできるんですが、先ほどのようにこの UTT が別に搭載されているわけではなく内部で自動変換しています。Max の場合も先ほどと同じようにインストールされたフォルダー以下にそれらの UTT は含まれています。Max の場合はちょっと別の場所で、プログラムファイルの中のオートデスク、m a x、えー、プラグインですね。 こちらに先ほど同じように、この Kick と MakeTX、それぞれの UTT が含まれています。なので、コマンドラインから使うこともできます。といいますのまあ、先ほども申したとおり、膨大なシーンや、えー、巨大なテクスチャー、えー、煩雑になっているテクスチャー整理といった場合に、これらのコマンドラインのツールや UTT を使って、事前に えー、tx ファイルを作っておくことによって、レンダリング時間を削減することができます。